将棋の渡辺明名人、棋王38が、ツイッターで放送のドラマ、ブラッシュアップ・ライフ、日本テレビに言及した。ブラッシュは人生をゼロからやり直すことになった女性を描く、安藤サクラ主演のタイムリープ・ヒューマン・コメディ20日放送分では、医学の研究員の主人公が、同僚の天才的な男性研究員が。 顕微鏡を使用後に元のピントに戻さないことに苛立ち友人に愚痴に言うその中ででも彼は天才だからピントをレイクてもいいほどの天才かなピントを戻さなくてもいい天才って誰というやり取りがあり藤井聡太くんとかという名前が出た藤井聡太に続いて野球の大谷翔平やサッカーのメッシの名前が挙がった この展開に渡辺明名人は昨日見たブラッシュアップライフで将棋ファンならにやりとしてしまうシーンがあったと喜んだその上でメッシ大家と並んでピンと戻さなくていい天才はすごい W と簡単した渡辺明名人は現在棋王のタイトル防衛を目指し藤井聡太竜王と五番勝負を戦っている 藤井聡太五冠が最年少六冠達成に大手羽生球団の記録を29年ぶりに更新なるかおととい18日将棋の藤井聡太五冠が渡辺明二冠に挑戦する起用戦五番勝負第2局に勝ち最年少の六冠達成に大手をかけました。 2月17日石川県金沢市での起用戦五番勝負第2局を翌日に控え六冠達成を目指す藤井聡太五冠がしたためた文字は「飛翔」でした一方タイトル11連覇を目指す渡辺明二冠は有役と奮い立つ気持ちを表しましたその起用戦第2局は18日午前9時渡辺明二冠の先手で始まりました 先に3勝でタイトル獲得となる5番勝負初戦を白星で飾った藤井聡太五冠は午後7時半ごろ132手で渡辺明二冠を下し2勝目を挙げました藤井聡太五冠9タイトルダッシュまであと1勝となったがスコアは意識せずにまた全力を尽くしてさせればと思います現在藤井聡太五冠は竜王王位叡王王将 規制の5つのタイトルを持ち起王も獲得すると羽生義晴九段に次いで史上2人目の六冠となり最年少記録を29年ぶりに更新します一方後がなくなった渡辺明二冠は「渡辺明二冠目の前の一局という気持ちでやっていければ大一番の第三局は3月5日に新潟市で行われます ところで今回の勝負飯は両者ともに日本海の海の幸やローストビーフなど和洋折衷の豪華な加賀懐石弁当でした棋王戦第2局1月に続き金沢市で熱い戦い制したのは藤井聡太五冠将棋の8大タイトルの一つ棋王戦18日石川県金沢市内で行われた第2局は棋用の渡辺明二冠に藤井聡太五冠が挑んだ 1>, 1月の王将戦に続き、金沢で再び熱い戦いが展開された、2013年から起用戦10連覇中の渡辺明二冠、最年少での六冠達成をかけて挑む藤井聡太五冠、長野での第1局は、藤井聡太五冠が制した起用戦五番勝負。18日、金沢で行われた第2局は、 互いに行って刺すのに1時間以上考え込むなど緊迫した場面が続く展開となった藤井聡太五冠が金沢で対局するのは1月の王将戦以来市内で開かれた大盤解説会では1月同様多くの将棋ファンが熱い視線を送っていた解説藤井聡太竜王五冠が今一番得意としている先鋒を渡辺明棋がぶつけてきたというところですかね そして、そんな熱い戦いを展開する2人が、ランチで何を口にしたのかというと、こちら、海の幸やローストビーフなどが入った加賀懐石弁当。また、おやつには渡辺明2巻がイチゴのショートケーキやガトーショコラ。藤井聡太5巻は生チョコロールケーキやアップルジュースなどをオーダーした。 接戦となった対局は終盤までもつれたが開始からおよそ8時間半後の午後7時27分最後は藤井聡太五冠が攻め崩し132手で第2局を制した藤井聡太五冠スコアは意識せずにまた全力を尽くしてさせればいいと思います渡辺明起を局面が一段落したところでちょっと一気に攻めていったのが結果的にまずかったかなと これで5番勝負で2勝とタイトル獲得に王手をかけた藤井聡太五冠第3局は3月5日新潟市で行われる。